ダメなやつだね、これね。ね、ダメなやつだよ。それどうだなっから、たの？一体ダメだよって言ったよ。もうその、いや、一体がさ、ダメだよ。おはようございおはようごまざいす。ます。はい、七代家の、なんか今すごいダメのうち聞いてたけど、今大丈夫？ 大丈夫です。びっくりした。びっくりした。幽霊かと思ったの、今。大丈夫です。大丈夫です。で も、消入えってきててるっます。つって。すいません。はい、というわけでございまして、七代家のはい、毎日だ。とかのお茶でございます。はーい。おはよう。おはよう。おはおはようございますよね。う。七代家の七代です。この子でーす。雨の位置でーす。びっくりした。今、ズームで幽霊ってできるんやな、そういう感じごで。めん。ええー、と、消えほんまに。た。顔だけ消えたよね。すげえ消えたよね、今、綺麗にね。肩を今あ、日ちょっあ、と。消えた。ほらほら。消える。怖い。え、生きてるよ。怖助けて。助けて。わかっとるわい。怖い。はい。パというわチけでにござザッいまてやらしれててきちゃっね。た。いいっすか？はい、いきますよ。ごめんなさい、すいません。はい。はい。というわけでございましてね、本日なんですけど、いつもだったらコメントをね、拾わせていただこうかなって感じなんですけど、今回ですね、久々に階段大喜利オーバあら、とあらあら、思います。寂しかった、寂しかった。ようこそ。いろいろね、七代家はホラーエンタメなんでね、心霊ばっかりとか怪談ばっかりって嫌なんですよ、個人的に。で、いろんなことやってみたいなと思って、私ゲームとか考えるの好きなんで、まあ、ちょっと面白ゲーム考えようと思ってね、怪談大喜利以外にね、まあ、最近都市伝説人狼をね、やっやってるんてでするけね。ど、なんか悲しいぐらい再生数回ってなくて。なんで？なんかね、コメント来てたけどね、朝から人狼で考察系はきついってって書いてあったから。そっか。そうなんだ。私は朝昼晩ずっと人狼の動画見てるんで。それもまこれたは、特殊ですけど。私のせいだったね、多分ね、これね。というわけでございましてね、まあ、初心に帰ってったわけじゃないですけど、まあ、七代家といえば、まあ、もともとね、怪談大喜利をもうね、ツイッターでもう何年？ 10 年近く。やってるかな。まあ、10年やってないか。まあ、7、8年多分やってると思うんで。もう、怪談大喜利といえば、七代とね、あと、かぶとくんだよね。二人でツイッターでやってますよ、というところなので、まあ、ちょっと初心に立ち返って、久々に、今回は怪談大喜利やっていくわけでございますけど。実は今回ね、あれなんですよね。雨の市、参加してくれてたけど、過去にも。やったね。今回ですね、前回のお題に対する視聴者の回答を、雨の市も雨の市賞を選んでもらおうかなと。おお、ついに。やっていくんですけども。あ、そうそう、企画の、紹介忘れてたわ。怪談大喜利って何ぞって人のために。怪談大喜利っていうのはですね、まあ端的に言うと大喜利と同じで、お題がありまして、そのお題に対して入って答えるわけですけども、面白く答えるのが普通の大喜利、怖く答えるのが怪談大喜利でございます。シンプルですね、非常に。で、まあ、今回もですね、お題は用意してるんですけど、まず先に、我々各3人のね、視聴者投稿もね、やってるので、これ、投稿というか、まあ、コメント欄で、皆さんにもね、まあ、大喜利してもらってるわけですけども、その中から、怖かったなーっていう回答をね、それぞれ、まあ、前回のお題2つ、ね、2つのお題の、3人で、計6人だからね、選ばれておりますので、紹介していきましょう。はい。というわけでございましてね、前回のお題ちょっと振り返るんですけど、もう1ヶ月ぐらい前かな、多分。おお、懐かしいね。ね、懐かしいと思うんですけど、前回多分ね、1月の初めの方だったのかな、これ。お題の1個目のやつが、仕事始めで久々にオフィスに行くと、おかしなことに気がついた。それは何？っていうね、お題でした。で、はい、もう一つのお題が、夜、自室で作業をしながら、ラジオを聞いていると、変なノイズが入り始めた。しばらく様子を見ているとどうなったっていうね、お題でございましたと。この2つですね。1つ目がまあオフィスのお題で、2つ目がラジオのお題ですと。はい。じゃあちょっと私の七代賞からね、視聴者のコメント欄にあった投稿で、良かったなっていう、怖かったっていう回答をちょっとね、紹介しようと思います。七代賞、オフィスの方のお題、Y さん。自分のデスクに知らない人の家族写真が置いてあった。おわ、あー、嫌ですねー、これね。嫌だね。なんか最上級の嫌がらせだね。嫌がらせだったとしても嫌だね、これね。うん、リアルの嫌がらせだったとしても、お前の居場所ねえぜっていう話だったらまだいいけどさ、これちょっと怖いなと思ってたのがさ、これ誰もこの家族写真をさ、社内の人が知らなかった場合ってさ、誰ってなるじゃん。そうね、怖くない？いや、やばいな、それは。なんかホラー映画の出だしとかで結構ありそうだね、こういうの。なんか確かに導入部分ですね、これは。っていうふうに感じたので、ちょっと Y さんのこの回答、良かったなってことでね、送らせていただきました。はい。ありがとうございます。
そして2つ目ですね、ラジオの方の回答はですね、はい、また一文字なんですけど、この方あの C さん、よくよく聞いてみると小さな女の子の声で肝臓腎臓とどの内臓がいいか問いかけてきていた。いやー、何ちゅう回答してくんねんっていうね、凶悪すぎて。くれる側なのかな、女の子が。逆にどっちが欲しいっていうね。どっちが欲しいっつって、ズバショババってこうやってさ、女の子がズバショババって体だから。自分の方ね。パワー系なんですね。すごいね、提供意思のある、なんかすごい有料ドナーすぎて受けるんだけど。まあ、ついてますっていうドナー提供。これがね、面白いなと思ったのは、内臓っていうところがね、なかなか面白いなっていう、ね、あんまりホラーではね、ジャパニーズホラーではないタイプの、ね、内臓の話してくるんで、ね、っていう感じでございます。はい、おめでとうございます。資産ですね。ありがとうございます。資産。じゃあ次、くまこしょうお願いします。はい、じゃあくまこしょうは、1個目のお題、オフィスの方ですね、マエッキーさんの出社すると一人全然知らない人がいた。こんな時期に新人さんと奇妙に思って他の人たちに誰か尋ねたら、え、何言ってんの、もう3年も一緒に働いてるじゃんと口々に言われた。一人だけでしょ。怖い。うん、一人だけ。これもなんかどっちが問題なのか分かんなくて怖いね、これなんか。そうそうそう。なんか何なんか誰って聞いてる側がさ、すごい忘れん坊さんで、もうその人の記憶だけがすっかり抜けてるとか。それはそれで。いやいやいや、マイッキーさんですね。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。で、2つ目の、ラジオの方ですね、のお題が、くまこしょう、ストライダー-Kさんから、お題で、あまりにも治らないので、なんだこれってつぶやいたら、自分の声もノイズに変わっていた。おー、わー、回答だな、これも。なんかこういうトリッキーなの好きと思って。いや、いいっすね。うん、良きでした。いやいや、おめでとうございます。ストライダー K さんですね。ありがとうございます。怖いね。じゃあ次、雨の一章。はい、はい、雨の一章ですね。1番目のオフィスの回答で、群馬雪の本さん、窓の位置、文字、人物は正常なのに、全員の机の配置だけ180度反転、しかも誰も違和感を感じていないでした。なんやそれ。引っ越しベタか。怖っ。なんかその全てが正常で、でも入った途端に分かるじゃないですか、あれみたいな、うん、これ俺の机じゃないんですかみたいな、ええってなってて、誰もその理由を説明しない状態だったらなんでって思いません？なんでこれをぐるっとしたのかがちょっと日常的にであるにもかかわらず分からないっていう、その絶妙なバランスがすごい怖いなと思います。確かに、うん、いやー、これ怖いね。怖いね。いやー、群馬雪の本さんですかね。はい。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ、2つ目の方お願いします。はい。うん、2つ目のラジオの方のお題は、後輩 KT ライダー少佐さん。昨日の死者何名、今日の死者何名、今死者1名、明日の死者何名と、何名かが死んだっていうのがずっと流れです。おーね、明日があるのが怖いね。そう、もう決まってるっていう、ね、これ明日も決まってて、これ、うん、今死者1名、そこだけ1入ってるじゃん。そう、これ自分だよね、要するに。いやそう、ちょっともう一人っていうの、これだけ確定してるのもキモいし、あとなんだろう、そのさ、ちょっと不謹慎ですけど、事故、すごい大きな事故あった時って速報とかで今何人死んだっていうのが結構あるじゃないですか、とか結構スクロールで今何人死んだとか何とかが何名でとか、割とああいうのゾワッとしちゃうんで、こういうの流れ始めたら怖いなって。確かに。だったな。いやー、いいっすね、この回答。うん、後輩 KT ライダー少佐さん、ね。少佐さん、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでございますね。うん、皆さんもぜひ今回もですね、2つお題やってきますので、ぜひコメント欄で。トライしていただけたらと思いますね。なんか、丸1これってか、丸2これって回答していただけたら全然ね、拾いますので、うん、ぜひ、腕に自信のある方は、出してみていただけたらと思います。はい。よろしく。よろしく。早速ですけども、今回のお題を、はい、今回ですね、お題はね、いつものように、かぶとくんですね、ツイッターで階段を一緒にやってるかぶとくんに作ってもらったんですけども、今回ですね、雨の市さんがね、はい、出題する側に回りたいという。そうなのよ。
なんかさ、出題、お題答える側も楽しいんですけど、もう胃がキリキリしちゃうんでね。なんでも。こういうのは、もう、くまこのせいやん。七代さんとくまこさんがね、妙に慣れてるっていうのもあるんですけまあまあど、確かにね。なんで、まあ、たまにはちょっと下から目線というか、もう下からちょっと見物ということで、私から出させそうていですただきね。ます。はい。今回はあれですよね。アメドイチの中で、ちょっとリアクションしてもらって、まあ、ね、怖かったら怖いとか言ってもらえたら我々は嬉しいので そうね。褒め合うっていうのがルールだから、こそうの階ね。段大喜利はね。そうそうですね。ね。階段大喜利はみんなで褒め合って、いい回答っていうのがね。そうそう。あったかくいきましょう。あったかくいきましょう。はい。あっじゃあたちょっかい。と、お題お願いします。はい。お題1個目からいきます。はい。夜更かしをしてテレビを見ていたら、突然インターホンが鳴った。こんな夜中に誰だ？と思って、ドアスコープを覗いてみると、どうだった？おお、はい。はい、早くも早い、早い、秒秒。どうした？はい、はい、はい。はい、じゃあ、くまこさん。夜更かしをしてテレビを見ていたら、突然インターホンが鳴った。こんな夜中に誰だ？と思って、ドアスコープを覗いてみると、どうだった？ドアスコープを覗いてみたときには、普通に女の人が立ってて、こんばんは、すみませんっていう声が真後ろから聞こえてきた。おお。もう優勝じゃん。怖カウンターで来るタイプ、っ。ややばめいてほですね。しい、それ。ああ、ちょっとそれは気がめいってしまいますわ。いきなりでね。あ、怖い な、なるそほれ。ど。それは無理やわ。ああ、ちょっときついけど、私も思いついたので、じゃあ一応行こうかな。七微代さん妙行きって言まわれしてたょけど。う。はい、はい、じゃあお願いはい。行きましまょう。す。はい。夜更かしをしてテレビを見ていたら、突然インターホンが鳴った。こんな夜中に誰だ？と思って、ドアスコープを覗いてみると、どうだった？ドアスコープの真ん前に、スマホの画面で、さっきから自分が見てたテレビと同じ画面が映ってるのと、声で、今から一緒に見ませんか？っていう声が聞こえてきた。人怖いよ、どっちかというとこれ、ね。あれやん、ストーカーやん。ストーカーみたいなね。めちゃくちゃ怖い、それ。しかも、バレてるからね、見てる番組。そうだね。しかもさ、顔で、自分の顔で言ってくるとかじゃなくて、もうこれ 画を面だけ見せてる。画面見せつけてくるっていうのがマジで、怖すぎる。証明しながら。おっしゃ、怖がらせたぜ。やっお、た。そ、うん、れはちょっと、熊子さん、はい。すごいお早い。じゃあ、行きましょうか。はい。夜更かしをしてテレビを見ていたら、突然インターホンが鳴った。こんな夜中に誰だ？と思って、ドアスコープを覗いてみると、どうだった？すいません、隣の家の者なんですけどっていう声がテレビから聞こえてくる。おお、そっちかね。おお、カウンター攻撃。いいっすね。カウンターが効くね。結構。これは、じわじわボディに効いてくるぜ。まあ、本来さ、ありえない場所から聞こえてるっていうのがまたちょっとゾゾッとしますよね。そうだね、やっぱそう、り。家の中、さっきまでテレビ見てたのに、そこから聞こえてくるっていうのがまた。なんで？じゃあ、同じ感じだけど、お、まあ、行こうかな、私も。お、はい、じゃあ、七章さん、行きま熊し本ょパクリやって言われたらどうしよう。う。テレビだから。行きますけど。はい。行 きましょう。はい。夜更かしをしてテレビを見ていたら、突然インターホンが鳴った。こんな夜中に誰だ？と思って、ドアスコープを覗いてみると、どうだった？誰もいないんですよ。あれ、誰もいないなと思ったら、誰誰？って後ろから言われて、でも一人暮らしなんですよ。おは、お前が誰だってや つ？そう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 。友達のノやリでばい。誰誰とかって言わ誰？れたけど、いませんよ、そんな人っていう。やー。逆パターン。まあ、これもでもあれですよね。後ろカウンター系ですね、これそうだね。こっちの背後を取られるパターンですね。いや、これカウンター系強いな、やっいや、ぱり。そうね。やっぱドアスコープってさ、ここしか見えないからね。確かここしかに見てない状態で、後ろからっていうのはちょっと怖いですね。確かにね。そうか。うん。いや、はい。はい。お、はい。じゃあ、くまこさん、行きましょう。夜更かしをしてテレビを見ていたら、突然インターホンが鳴った。こんな夜中に誰だ？と思って、ドアスコープを覗いてみると、どうだった？ドアスコープを覗いてみたら、すっごい困った顔で、申し訳にくいですけど、壁を叩くのやめてくれませんか？ってクレームが入った。おや？ええー。叩いてないわけでしょ、叩いてないのに。うでも。うわ、これ、これもなんわ。あか階段の出だしとかでありそうなやつだな、こりれ。そうね。怖また、壁っていうのがまたね、もー。う方向がわかるじゃん、明らかに。ってことは、向こうは確実にこの部屋から音が鳴ってると思ってきてるわけだもんね。そういうことですよね。
で、叩いてないですけどって言ってね、そこから事件が始まっていく感じがね、すごいします、ね、そうですね、うん、事件の予感がしますね。はい、いいですよ。どうしようかな、そしたら、うん、はい、ちょっと無限に出てくる、無限に出てきますね。はい、じゃあ行きましょう、くまこさん。はい、夜更かしをしてテレビを見ていたら突然インターホンが鳴った。こんな夜中に誰だと思ってドアスコープを覗いてみると、どうだった。すごい血まみれの女の人が倒れてて、すいませんっていう音とともにベランダからドサって音が聞こえた。やだなそれ。うーん、ちょっと近いような階段知ってるからな、やっぱ怖えなこれ、うん、それってさ、つまりそういうこと？そういうこと？どういうこと？っていう、その時系列もわかんないじゃん、うん、血まみれが先なのかベランダが先なのかみたいな。そうだね。いやでもそれちょっとやだな、うん、いいっすね。なんかそのちょっとなんか何かの時系列というか、その時空のバグみたいな感じで起こってるやつで、うんうん、いや結構好きだなこういうの、うん、ホラーですね、もうそれこそ本当に。そうだな、確かに、うん、あ、じゃあ一個いこうかな。はい、はいはい、じゃあ七章さんいきましょう。はい、夜更かしをしてテレビを見ていたら突然インターホンが鳴った。こんな夜中に誰だと思ってドアスコープを覗いてみると、どうだった。すいませんっていう柔和そうな顔のね人が立ってたんだけど、あの逆さだったんですよ。え、怖っ怖っ、シンプルに嫌だ。シンプルに嫌だ。やでしょこれ。確かにシンプルにきますね。いや、いいよねこれね。そう、いやなんか一瞬ちょっと戸惑っちゃう感じもすごいリアルな感じで嫌かも。そのそあれ高さに映るんだっけドアスコープ。そうなるよね、ちょっと一瞬高さに映るかもって思っちゃうね、うん、一瞬ね。でもありえないですから。そうなんだよね、ありえないですから、ね、ちょっと相手が普通すぎる声っていうのも嫌だよね、なんかね。あ、そうそうそ う, うね、あのすいませんって普通の感じでね来られちゃうとね、うわー、ちょっと奇妙な感じですね、不思議系というか、いいですね。はい、珍しく、はい、熊子に先行したぞこれ。やるじゃない、やるじゃない。じゃあ任せろ。これ結構自信あるかな。うん、そうだ、ちょっと、ね、違うタイプの回答。ここのボッとしてたよ。はい、夜更かしをしてテレビを見ていたら突然インターホンが鳴った。こんな夜中に誰だと思ってドアスコープを覗いてみると、どうだった。覗いたら誰もいなくって、降って下見たらドアの下の隙間から髪の毛がズワーって切れた。ほら。ちゃんとホラーでしょ。ちゃんと、あー、いやドアスコープから違うところに移しました、ちょっとね、ちゃんとホラー場所を、うん、いやしかもさ、こっち側が逃げようがないギリギリのところで出てきちゃう髪の毛嫌ですね。いやね、いいでしょこれ。そう、ドアスコープ覗いてて、こっから出てくるってのは、うん、足元に来てるからね、もう感触がすごく、うん、あー嫌なホラーな感じだ ね, だね、うん、どうしようかな、中途半端だな、うん、自分でどうだい、どうだい、いいっすよ。やっぱお二人早いっすね、回答が。早すぎるんだよ、おかしくないからこれ、マジで。非常に早いよね。そう、プロかって、ね、うん。じゃあ、早速出ましたんで、くまこさんも、はい、ましょう。はい、はい、夜更かしをしてテレビを見ていたら、突然インターホンが鳴った。こんな夜中に誰だと思ってドアスコープを覗いてみると、どうだった。なんか宅配便の格好してる人がお届け物ですって来てるけど、その人何も持っていない。うわ、事件の匂いがする。事件やん。うわ、でもちょっと待って、それちょっと近いね、思い出があるから嫌だ。え、何それ、リアルな嫌だ、嫌だなっちゃった。すごい怖っそれ。え、なんかシンプルになんか、うん、多分すごいちっちゃい荷物だったって私は記憶してるんですけど、うん、この人本当かなってやっぱなるよね、うん、特にまあたまたま一人暮らしだったりすると、ここから見える人物像ってちょっとしか情報ないじゃないですか。確かにね、それがちょっとゾゾッとしましたね。いや、やっぱドアスコープってもの自体は怖いね、やっぱこうやって。そうだね、装置としてしっかりしてると思う。で、私ちょっと一個だけ、はいはい、これ回答ってわけじゃなくて、はい、これ実は怪談であるやつの話になるので、ちょっとあの、と少しだけこう、尾ひれというか、ちょっとあれつけるから、はい、あの、まあ、あんまり、なんだろう、大喜利っぽい回答ではないけど、その上でちょっとやろうかな。はいはい。お願いします。七さん、行きましょう、はい。はい。夜更かしをしてテレビを見ていたら、突然インターホンが鳴った。こんな夜中に誰だと思って、ドアスコープを覗いてみると、どうだった。覗いたら、誰もいなかったんだけど、その日ね、この彼、あの心霊スポットに行ったんですよ、うん、ダムの心霊スポット行ったんですけど、そこから帰ってきた時だったんですけど、ドアから目離して誰もいないやと思って振り返ろうとしたら、ドア越しにゴボ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 、また来てねっていう声がしたっていう。
水に入りながら来たってこと、その人が。まあ、そ, れそう言ったらそうやな、確かに。まあ、まあ、これちなみにこのシーン自体は私の喋ってる階段、結構お箱の階段ですし詰めって話なんだけど、うん、同じシーンが出てくるあの階段があって、まあ、過去にあの島田秀平さんのコラボの時に喋ってる、うんうん、そう、まあ、そんな感じで迎えに来ちゃったって感じです ね、はい、ありがとうございます。怖くなりすぎないようにしようと思ったんですけど、まあ、最後に、まあ、はい、実はいいですか、実はいい、何、実はあるんですか、実はあんの、これに関して、うん、え、ちょっとそれ一個聞かせてよ、いい、ドアスコープを覗いたら家を知らないはずの取引先がいた。怖い事件じゃんそれ。それ待って、なんで知ってたの？いや多分ね、つ気づかなかったんだけど、つけられてたっぽくって。いやストーカーじゃん、ダメだわそれ。それダメだわ。そうだよ、ね、ダメなやつだよこれ、ね、ダメなやつだよ。それどうだから言ったよ、ダメだよって言ったよ。ダメだよ。普通にそのね説教するの、ね、私それちょっとよって、いや怖すぎて声かけられないレベルだよね。ねえ、それどうしたの？ちなみに、あ、なんかもう全然、でもしっかり訴えて、うん、しっかり出禁にして、しっかり謝罪させて、しっかり引っ越しさせた。うん、素晴らしい。素晴らしい。完璧な対応だった。完璧な、完璧で、あの悩んじゃダメ、そういうのはもうストレートに行くしかないんだよ、もう全部。そうだね。確かにね。ここでちょっとなんか泣き寝入りとか変な感じでね、我慢するとかすると、ちょっとまあもしかしたらなんか怖いから、なるべく早めに相談とかして対処した方がいいよねって感じですね。いやまあそうですね、勉強になるわ。そんなやつもいるんだな。うん、確かに、はい、じゃあ次のお題、はい、はい、じゃあ行ってみましょう、はい、じゃあお題2個目でございます。はい、読み上げます。友人の K 君と近所の肺病院へ肝試しに行こうぜという話に、もう一人の友人の O 君も誘おうとして電話するとどうなった？はい。はい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 。早くない？早くない？あ、はいはいはい。じゃあ早速熊子さん行きましょうよ、行きましょう。はい。じゃあ読み上げます。友人の K 君と近所の肺病院へ肝試しに行こうぜという話に、もう一人の友人の O 君も誘おうとして電話するとどうなった？電話つながったと思ったら、知らない女の人で、王さんカルテ返してくれないんですけどって言われた。え、もう犠牲になってるじゃん。もう早い、もう王くんに言ってる。王くんはもうすでに言ってて、しっかり犠牲になって帰ってきたっていう。やだな、いやー、どうしてだ王くん。王くんこれはやだな、ちょっと王くんすでに言ってたって、なんで言ったかもわかんないから、ちょっとやだこれ。そうなんだよね、背景がわからないって、もちょっと背景がわかんないしますね。いや、黒字かな。行きたいけど、これ結構複雑になっちゃうと分かりづらいもんな。どうしようかな。うんうんうん。いいですよ。肝試し。そうね、割と複雑な感じですね。まだ肺病院行ってないからね。行ってないからね。行こうとして、K と盛り上がって、盛り上がって電話した。行かねえかって電話した時どうなったか、うん。どうなったか。うん、あ、はい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 。はい、早い。まこさん、じゃあ行きましょう。友人の K 君と近所の肺病院へ肝試しに行こうぜという話に、もう一人の友人の O 君も誘おうとして電話するとどうなった？ O 君に K 君の名前を出したら、え、K？ 2週間行方不明じゃんって言われた。あ、そっち？うわー、そのパターンか。めちゃくちゃ怖い。いけちゃうなこれ、確かに怖いなこれ。なるほど。うわー、それちょっとだってさ、 K 君いるもんね多分ね。そうだね、盛り上がっててさ、いや、うん、こう電話したらさ、隣の K 君がもう、えってそうなってるよってなったら終わりですよね。終わりやい。電話するときにさ、例えば K 君に、あ、ちょっと O 出そうだから、ちょっと O 電話するねって言って、うんうん、逆向いてたりとかしたら、うん、ここに K 君がいるわけじゃん。うん、で、O に、え、K なら行方不明じゃんって言われて。やばい、帰る瞬間あるやん。ね、ホラー映画の、あの、あれあれやん。もう、マヤン、それ。怖っ。待ってますね。いや、熊子さん、うまいだ、やっぱ。やばい、それ怖いな。いやー、できますね。めっちゃむずいな。うん。めっちゃむずいな。そう、状況がすごいね、複雑な感じです。状況がちょっと特殊だよね、だから。うんね。どこで怖がらせるかっていう、この材料の少なさで。うん、そうやな。うん。他にこれ。いいです、いいですよ。どうしようかな。うん。ね、あ、もう一個いいですか、もう一個いいですか。あ、もう全然いいです。じゃあ、流れに乗っていきましょう。そう、じゃあ、もう考えて、その感じ。あ、それは。なんかね、七代さん練っていただいて、じゃあ行きましょう。友人の K 君と
近所の廃病院へ肝試しに行こうぜという話に、もう一人の友人の王くんも誘おうとして電話するとどうなった。王くんがすっごいキョトンとした声で、え、あそこ廃病院なの、俺こないだ行ったけどって言ってきた。わなるほどね。あ、なんで行けたんだ。なんで行けたのか、どういう対応されたのか、何で行ったのか。そうですよね、廃病院として認識してない王くんが、うん、飲み込まれてるけれどもそのまま生還してきてしまった、その気持ち悪さですね、うん、あ、じゃあこれ話しようかな。お、じゃあ行きましょうか、はい、七代さん満を持して、はい、はい、お願いします。はい、読み上げます。友人の K 君と近所の廃病院へ肝試しに行こうぜという話に、もう一人の友人の王くんも誘おうとして電話するとどうなった。王くんもなんか、おー、いいじゃん、めちゃめちゃ行こうよ行こうよって言って、すごい乗り気で電話出てくれたんだけど、あの後ろであの女の人の声で、王さん第一診察室へどうぞっていう声がする。もう呼ばれてる、はい、王くんはもう多分無事じゃないでしょうね。呼ばれてる、もまだ行ってない状態で確定してる未来、めちゃくちゃ怖くないですか。だから普通ってさ、心霊スポットって何かそこに領域に踏み込むから何か怖いじゃん。そうね、これもう本当にあの階段の典型パターンなわけで、どっか行っちゃいけないところに行くから、うん、あっちからやってくることないじゃん。そうですね、やってきちゃってるから、これこっちから来てるという。そう、だからだいぶ特殊、普通の階段のパターンではないやつだねこれね。うわ、でもちょっと病院、廃病院行こうぜっていう話をしている中でそれ来ちゃったら、普通にもうやめようってなりますよね、もうこれは。いやー、パンチが効いている。いいですね。あ、はい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 。はい。まこさん、行きましょう。はい、読み上げます。友人の K 君と近所の廃病院へ肝試しに行こうぜという話に、もう一人の友人の O 君も誘おうとして電話するとどうなった。あの、O 君が、え、俺こないだそこ行ったけど何もなかったよっていう声が真後ろから聞こえる。あれ、あのパターンや。真後ろ系サイコパターンや。絶対なんかあったやろ。そうだね、確かに。そうだね、何にもなかったよって言ってるけど、何もなかったよって言ってる声が背後からしてでしょ。うわー、だって多分いないよね、もうだからこの世に、うん、もういない、この世にいないですね。怖えよ、やられてます。あなそれ、それはちょっと、もう一個、もう一個、もう一個、すごいな、はい、連発やん。すごい、すごい、もう怒涛やん、怒涛だね、はい、行きましょう。はい、友人の K 君と近所の廃病院へ肝試しに行こうぜという話に、もう一人の友人の O 君も誘おうとして電話するとどうなった。電話ガチャって出た時に、ザザッザザッと音とともに、カチャカチャって音と一緒にメスとかボソボソ聞こえてくる。うわ、いやこういうのボソボソ聞こえてくるね。よく聞いたら聞こえてくるみたいなね。よく聞いたらメス。いや、うわ、王くんはどうなっちゃったのか。たの、いやー、怖えなこれを、うん、しかし私も思いついたぜこれは。お、行きましょう、七代さん。じゃあ友人の K 君と近所の廃病院へ肝試しに行こうぜという話に、もう一人の友人の王くんも誘おうとして電話するとどうなった。王くん電話出て、え、いいじゃん、え、何、今から行くの、え、マジマジ、じゃあ俺 今から準備して行くわなって言って、電話切り終える前にバーンと音がして飛び降りて死んでた。え、やだやだやだ。思わせぶり、思わせぶり、思わせぶり。今から行くよが行くの字が違うよねっていう。え、すごいな、なんか今から行こうとしてる心霊スポットとの関連性もわからないまま死んでっちゃうの怖くない？そう、なんかの呪いがもともとあったとしか思えないような死に方してるわけだから。そうね。しかも着信ありとかのホラー映画でありそうな、なんか唐突な死みたいな、う、ね、うん、突然の死。そうね。いやー、でも、くまこいきますよ。岩の電話。はい、お願いします。はい、じゃあラスト、くまこさん、読みましょう、はい。はい、読み上げます。友人の K 君と近所の廃病院へ肝試しに行こうぜという話に、もう一人の友人の O 君も誘おうとして電話するとどうなった。確実に O 君の電話番号なのに、ガチャって電話取った女性の方が、おお、誰ですかって言って、O 君自体存在してないことになっていた。別視点のホラー。別視点。これあれだよね、多分その後、O 君と会おうとしても、O 君いなくなってて、うん、みたいなやつよね。やばいな、凍結するやつや。って言わない限り気づかなかったみたいなさ、そういうのって。まあ、
関係性がまた。いや怖いですね。階段になりそうな感じのね、そこからまた始まって、ねうん、一緒に王くんのことを追いかけようって、王くんのことを忘れずにいようねって言ったら、ケイくんが忘れていくみたいな。ケイのやつも王のことを忘れていく、おかしいみたいな。怖いなぁ、これ。いやそれ怖い。いやというわけでございまして、はい、まあ、今回ね、2つのお題でございましたけど、うん、雨の内さん的になんかちょっと印象に残った回答とかなかったりする？はい。最初のお題1の方ですね。はい。突然インターホンが鳴ってドアスコープ覗いたらどうだったっていうやつはやっぱりちょっと実体験個人的にもうフィルターかかってしまっているのでくまこさんがね回答してくれたあのドアスコープ覗いたら宅急便のお兄さんがいてでも何も持っていないというあれ怖いよねやっぱりちょっとさそれ実際に考えてみて皆さんめっちゃ怖いっていや怖いだってその職業の人が職業にまつわるものを持たないままこうやってピンポンって鳴らしていくんでしょ、うんめちゃくちゃ怖いし、ちょっと想像できちゃう感じが最高ホラーだ。緩むしね、なんかその見た目が配達員だから一応。そうなのよ。なんか頼んでた荷物なくないみたいな。あれ、ちょっと開けちゃいがちないですか、なんだったら。いや。まあ、いやー、そうね。2つ目なんかあった、お題の方は。2つ目、はい。お題2の肺病院肝試し行こうぜってやつは、やっぱ、七章さん最後の方に回答してた、あれですね。もう行く行くって乗り気だった王くんのバーンって、死んでいく音が聞こえるというやつですね。はいはいはい、あれはなんかさ、その、じゃあ実際に肺病院と何か、なんていうのかな、縁があったのか、何かの呪いなのか、それとも乗り気だった王くんがそのままただただ自殺していったのかっていうなんかその曖昧な奇妙さみたいなのがあってずっともやるだろうなっていうこの電話かけた子はっていうのも、うん、いやいやありがとうございます、うん、よかった怖かった、いや結構今回私は前世したと思ってるけどねいやでもすごいねやはりもうお二方はもうプロですよね出方がやっぱ違うし一個一個のパンチも揃ってますねいやもうこれトーナメントとかであれだよね、うん、なんかあの七城家主催でトーナメントやっていろんな怪談師さんとか呼んだのに、うん、結局決勝は七城くばこになって、うん、これ身内じゃねえかみたいな八百長すげえ疑われるやつだよ疑われそう確かにでもそのレベルで教えただろうお題をっつってね、うん、で疑われてしまううんはい。というわけでございましてね、今回は怪談大喜利を久々にやっていきましたけど、うん、ちょっと今回ですね、雨の内さんがね、ちょっとお題のね、発表とかね、なんか読み札というかね、読んだりとかしてくれたので、うん、私的にはちょっと考える時間ができて、ちょっと心の余裕ができたんですけど、うん、それでも全然手数で勝てないっていうね、クマコが強すぎちゃって。クマコさん、反射神経でこの物語を吸い込んで答えられるのすごいよね。いや、すごい。特に2つ目のお題めっちゃ難かったのに、なんだな、うん、3個とか4個とかボボボボって答えられるのかっていうのは、うん、いや、本当にすごいあっぱれだなって思いましたね。いや本当ですよ、まあ、とりあえず王くんとケイくんの気持ちになって考えてみました。とりあえずあなるほどねそう気持ちになって考えるっていうのも結構大事かも確かに、うん、大事かもしれない。いやいやいやすごいっすわ、うん、はい。というわけでございまして、今回の動画面白いと思った方よかったらいいねボタンお願いします。お願いします。そしてですね、ぜひ視聴者の方々もね、我々が次また怪談大喜利やるときとかにね、ちょっと1ヶ月後とかになるかもしれないですけど、またやるときに、うん、秀逸回答をそれぞれ発表しますので、よかったらこぞってね、ご参加いただけたらとね、コメント欄にね、丸一の回答はこれ、丸二の回答はこれみたいな感じでね、何回投稿してくれても全然構いませんので、コメント欄盛り上がるし、ね、思いついた順で、うん、行ってみましょう。というわけでございましてね、チャンネル登録もある方はよかったらぜひこれを機にね、七代家のチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それじゃあまたね。またね。いってらっしゃい。いってらっしゃい。頭の体操して仕事は休もうぜ。あ、そうやな逆に、ね、逆に休むスタイルでいきましょう、うん、嫌なことあったら大喜利のことを考えるんやで。そう、怪談大喜利の答え考える。大喜利考えるの結構いいよマジで。ね、うん、上司への返答大喜利とかね。そうそう全然ありだと思うんだよ。どの回答で上司の受け答え全部大喜利。消えれるかなと思って。